ライトギターミュージックスクールギター講師の良一郎です。今回の動画では南さんのライラック、この曲のギターソロを解説していきたいと思います。では順番に解説をしていきたいと思います。まず最初のフレーズがこのような上昇していくフレーズになっています。このフレーズ入っているタイミングが3連符の裏のタイミングからになっています。どういうタイミングかというと1,2,3 こういうタイミングになっています。最初のポジションが4弦の14フレットから始まるんですけど、これはですねピッキングアップから入ってあげるといいかなと思います。1拍3連のオルタネートで考えると1,2,3 アップのタイミングになります。その意識で弾いてあげるといいです。そしたら次3弦の12フレット人差し指、3弦の14フレット薬指、2弦の12フレット人差し指、13フレット中指というフィンガリングで弾くといいと思います。これアップから始めたオルタネートピッキングで弾きます。そして次2弦の15フレットを1音チョーキングしましょう。これが小節の頭に来ています。そして下ろして2弦の15フレットをピッキングですというふうにいきます。そして4拍目で今度またチョーキングするんですけど、今度2弦の17フレットを1音半チョーキングしましょう、はい、なので通常よりも半音高く音程を上げてあげます。ここまで上げましょう。1音半なのでこの2弦の17フレットから見て20フレットの音ですね、これと同じ音程になるところまで上げてあげましょう。これを素早く上げてあげます。そして次の小節の頭で2弦の17フレットを伸ばしてあげます。ここまでをつなげてみると1,2,3 このようになっています。そして次このようなオクターブ奏法がきます。ポジションが4弦の14フレット人差し指、2弦の17フレット小指で押さえたオクターブ奏法のフォームです。でこれを16分音符でこのように弾きます。タイミングは4拍目の裏のタイミングになっています。で最後に弾いたこの3回目のタイミングが小節の頭に来ていると思ってください。そして次4弦の12フレット人差し指、2弦の15フレット小指で押さえてあげます。これでアップのタイミングで弾きましょう、はい、これでですね8分音符のオルタネートにしています。最初16のフレットでてるんですけど、この小節に入ってからは8分音符のオルタネートストロークに変えます。なのでここはアップですね。でアップアップダウンになります。このポジションなんつなげるとこのようになっています。そして次ポジション移動してここまた16分音符が混ざってきます。ポジションが4弦の10フレット人差し指、2弦の13フレット小指で押さえたフォームでダウンアップダウンと弾いてあげます。で最後に弾いた音がまた次の小節の頭に来ていると思ってください。そしてこのようなフレーズが来ます。またオクターブ奏法なんですけど、今度ポジションが5弦の10フレット人差し指、3弦の12フレット薬指で押さえたフォームになります。でまずはダウンのブラッシングを入れてあげます。でアップで最初は弾きましょう。そしてその後アップダウンとつなげてあげます。つなげるとこのようになっています。はい、オクターブ奏法のフレーズはここまでになります。じゃあこのオクターブ奏法をつなげてみると 1,2,3,4 このようになります。そして次の小節に入ってこのような単音のフレーズになってきます。同じまず8分9符が頭に来て1拍目の裏からこのように弾いています。これは人差し指で 2,3,4 弦の5フレットをまとめて押さえてあげます。でこの状態で 4,3,2 弦の順番で弾きましょう。ピッキングはアップダウンアップと弾いてあげるといいです。1拍目の裏からなのでアップから始めます。そして次2弦の6フレット中指で、2弦の5フレット人差し指で、3弦の7フレット薬指、2弦の5フレット人差し指で順番で弾きましょう、はい、でこの最後の音を伸ばして小節をまた弾きます。で次の小節入ってこのように弾きます。で今度は3弦の7フレット薬指、3弦の5フレット人差し指、4弦の7フレット薬指、
3弦の5フレット人差し指、3弦の7フレット薬指、2弦の5フレット人差し指、そして4拍目の裏で和音を弾きます。この和音が2弦と3弦の5フレットをまとめて弾きます。ピッキングのタイミングはアップになりますね。でこれは次の小節まで伸ばしてこのようなフレーズが来ます。でこれがですねプリングをしています。プリングが、まあ、人差し指はそのままにしておいて薬指を3弦の7フレットに持ってきてプリングをします。ここは16分音符のファリになっています。でその後2弦と3弦の5フレットをまとめて弾きましょうという形です。これタイミングが2拍目の裏で弾いています。ワン、ツー、で3拍目の頭で弾いている感じですね。でこれをですねそのまま次の小節まで伸ばして次のフレーズに入ってくる形です。で次のフレーズというのはこのフレーズですねになります。でまずこの1発目3弦の5フレットを弾くんですけど、これが4拍目の裏のタイミングで弾いて次の小節の頭でこのようにきます。3弦の7フレットチョーキングをしましょう。 で次2弦の8フレットですね、小指で押さえて弾きますときます。で今度はプリング3弦の7から8のプリング、これ16分音符になっています。で4弦の7フレット薬指です。はい、そして3拍目で3弦の5フレット7フレットとダンプで弾きましょう。なのでつなげると1,2,3,4 というふうにいきますね。でそして4拍目の頭でダウンのブラッシングを入れてという感じで、もう一度同じフレーズをですね繰り返す形になっています。はい、そしたら次このフレーズが来るんですけども、ユニゾンチョーキングですね。まずブラッシングを16で2回入れます。ダウンアップです。そして場所が3弦の7フレット薬指、2弦の5フレット薬指で押さえてユニゾンチョーキングしました。こんな感じです。はい、まあ、ダウンダウンでいいです。そして次またユニゾンチョーキングなんですけど、16分音符のダウンアップのブラッシュを入れた後に1フレットずれたポジションで同じふわりのリズムを弾きます。そしてまた1フレット戻って同じフレーズを弾きます。こんな感じですね。でその後またブラッシュをダウンアップ入れて3弦の5フレットの指を押さえて伸ばしてあげましょう。はい、まあ、ここまででまたひとまとまりのフレーズだと思ってもらえるといいかなと思います。そして次の小節に入って、まあ、このような2小節のフレーズですね、単音のフレーズになっています。そしたら今度は2弦と3弦の5フレット1人でまとめて押さえておいて、まあ、3弦5弦の順番で弾きます。で2弦の6フレットの回路で2弦の5フレット1人でこれを伸ばしてこの3弦の7フレット、これ3拍目の裏に来ます。そして2弦の8フレット小指で押さえてあげましょう。これ4拍目の裏です。でそのまま伸ばしてで2弦の6フレットの中指、次の小節で入って1拍目の裏になります。で次はこう来るんですけど、2拍目の頭で2弦の5フレット通し指で押さえて、で次ハンマリングをしています。この5フレットから6フレットに中指で、まあ、素早いハンマリングをしてあげるといいでしょう。でこれを伸ばして3拍目の裏で2弦の5フレット、そして4拍目の頭で3弦の5フレット、これ人差し指でジョイントしておくといいです。はい、そして次の小節いきます。このようにいきます。このフレーズはですねちょっと転調してきているので、今までとポジショニングが変わってきますね。まあ、このような感じなんですけど、2弦の4フレット中指で、3フレット人差し指で、3弦の5フレット薬指で、2弦の3フレット人差し指ですね。そしてときます。今度3弦の5フレット薬指、2弦の3フレット人差し指、2弦の4フレット中指です。これで1小節分。そして次の小節いってという感じで、2弦の6フレット中指、1弦の6フレット薬指、これは2分音符ずつ弾いてあげたらいいです。1,2,3,4 これで1小節ですね。で次の小節に行ってという感じで、ここは203連のリズムで
なおかつスタッカートを使って弾いています。ポジションは1弦の6フレット、これをですね、連続で弾いてあげればいいです。1,2,3,4 という感じですね。はい、ギターソロがここまでになっています。